ラブコメと言ったら主人公をめぐる三角関係なんからある。可愛いあの子が急接近し、だがどんなにモテモテな羨ましい展開だろうと最後は誰かを選ばなきゃいけない。選んでこそ私の中で一区切りがつくんだ。なあなあで終わるのも嫌いじゃないけど答えが欲しいんだぜ。そんなラブコメの王道が予想外に変えられた今回紹介するキャラは、緑の日々に登場する春日の緑だぜ。主人公の沢村誠二は自他ともに認めるほどの不良で喧嘩に明け暮れていた。その圧倒的な強さから悪魔の右手を持つ狂犬の沢村と恐れられていたんだ。そんな誠二は彼女を作ろうと女性に告白しまくるんだが、その噂のせいで軒並み振られ、嘆いていたある日目覚めると自分の右手が女の子になっていたんだ。緑は誠二の右手になってしまった女の子で、誠二にずっと片思いしていたが勇気が足りず声をかけることもできなかったんだ。だがその募る思いが奇跡を生んだのか、誠二の右手に魂が乗り移ることになる。元の緑は自分の気持ちを話すこともできない大人しく控えめな子で、そんな自分を変えたいと思う強い願いが反映されたのか、右手の緑は臆面もなく誠二に愛を伝えまくる。自身もなぜ右手になったのか困惑するどころか、こうなってしまったことで誠二と一緒にいれることを喜んでいるんだぜ。実家は大豪邸のお嬢様なのに家事は一通りこなし、小さな体をうまく使って家事をする姿は可愛いの一言だぜ。こうして始まる奇妙な生活の中で誠二の内面を知り、さらに自分の誠二への愛が深まっていくことを感じていく。誠二は不良ではあるが弱い者いじめはしない男気あふれるキャラで、実はモテていて他の女性が誠二にアプローチをかけるのを緑はそばで見ている不思議な展開に今までにない面白さを感じたんだぜ。彼女が欲しいと嘆く割に自分への気持ちを理解できない僕年人な誠二に、緑は元の体に戻って思いを伝えることができるのか。二人の関係がむずがゆく、それでいて見守りたくなったぜ。右手の恋人ってこういうことなのか、と繰り広げられる展開はハマること間違いなしな私の大好きの作品だから、ぜひ見てほしいおすすめ作品なんだぜ。誠二君にとって、私はいつまで経ってもただの右手なんですね。最後までご視聴ありがとうございました。